東南アジアは中国より南、インドより東のアジア地域を指す。インドシナ半島、マレー半島、インドネシア諸島、フィリピン諸島をアジアと東諸部東南アジアに分けられる。国際連合によるアジアの地域の分類北、アジア中央アジア西アジア南アジア東、アジア東南アジア東南アジアの半域東南アジアという用語は比較的新しく、 初出は1830年代である。当時の地理学や歴史学が国家論や支配論に偏っていたこともあり、当初は考古学や民族学用語としてのみ普及した。地理概念として一般化したのは1942年に連合国軍が東南アジア司令部を正論に設置し、戦後処理を進める連合軍の作戦領域名として、 政治的にも公式化されるようになってからである。ただし、現在でもイギリス英語やフランス語では、東南アジアという概念に当初部を含めないことが多い。平均気温25度以上で、大部分が欠片の気候区分でいう熱帯であり、熱帯特有の急な雷雨、スコールが、うっきに多く見られる。湿潤熱帯に属する当初部では1年、中高水量が多いが、 大陸部やインドシナ半島は、モンスーンの影響を受けて、サバナ気候となり、雨季と寒季がはっきりしている。熱帯雨林フィリピン諸島からボルネオ、スラワ市の北半、ジャワ西部、スマトラにかけての島所部、アラカン地域沿岸、マレー半島西岸。常時25度を上回る高温と、年間2000ミリから4000ミリのタウで植物の宝庫。熱帯高チパマス。 南カバウなどのスマトラ石漁山脈の中の盆地は1500メートル前後の高度で湿度が高いが冷涼な気候。古くから人が居住し、集約的な策が行われている。沿岸低地熱帯雨林帯の沿岸は、砂丘以外は霊炭林とマングローブ林で農業に不適であるが、砂丘地帯とともに漁業、海運の基地である。サバンナ平原大陸東南アジアでは、 乾いた北東モンスーンの影響で、冬季には強い寒気があり、雨季に茂ゲリ寒気に落葉する雨緑林が多い。ビルマ平原では南西モンスーンの影響で乾燥地帯になる。古い時代から平原畑作が進み、周りの山地からの流水を利用した考えが発達している。東北帯のコラート平原、カンボジア平原では雨季と寒気の降水量に差があるが、 雨緑林が形成される。夏季には長期に洪水があり、天水稲作が広がっている。デルタ3大デルタは、サバンナ気候である。寒気にはほとんど降雨がない。しかし、雨季には、河川が洪水を引き起こすぐらいである。東南アジアに属する国家を、以下、国名首との順で表記する。東南アジア諸国の各国の歴史については、以下を参照。東南アジアの歴史は、 各国の歴史として著述されることが多い。しかし特に、マレー半島及び島所部では、各国の領域は19世紀から20世紀初めにかけて欧米列強が植民地主義に基づき東南アジアを分割した結果、生じたものが後に独立国家として認められたものであり、政治的色彩が非常に濃いと言える。東南アジアの歴史は、 そのような政治的な現代国家の歴史を離れ、伝統的な政治権、つまり政治的、文化的中心都市とその周辺の権的な空間の歴史、別な言葉で言えば歴史権を対象とするものである。また、元来この地域は、封建主義、中央集権、皇帝先生とは違った、マンダラ論といった説で解き明かされる重層的な、 権力構造が見られた地域であることも近年では重要視されている。また、日本との関係も一部の先住民がト来したことや太平洋戦争において各国に侵入し、その後高度経済成長期に多数の企業が進出するなど非常に深いものがある。石器時代東南アジアの人類文化は2から3万年前の後期旧石器時代から始めることができる。 それは、大陸部でも島嶼部でも、ホラーナーや岩陰で人間が生活した痕跡を得られるからである。大陸部では、ベトナム北部のソンビー文化、ホアンビン文化、バクソン文化、ダブート文化と辿ることができる。ソンビー文化は、歴の周囲を打ち書いた石器を主とする。旧ビン風省のソンビー遺跡で発見され、放射性炭素年代測定では2万から1万2千年。 前である。魔性石器を伴わないことから、旧石器時代に属する。次に、ホアビン文化は、ベトナムホアビン省の洞窟、岩影遺跡群から名付けられた文化。原初的な形態の石器に加えスマトリアスなどの、進んだ形態が特徴であり、部分的に魔性した石器も現れる。食料残子に、貝殻、重骨の層が伴う。年代測定では、 ほぼ一万千から七千五百年前で中石器文化に位置する。この文化は大陸部全域からマレー半島、スマトラ島まで広く分布する。ランソン省バクソン産地に見られる。バクソン文化は人部麻生石器が主体である。時によって土器を伴う。大院ホア省タブート遺跡は淡水の大きな貝塚遺跡で石器の変化はあまり見られないが重要な変化は 川原家の出現である。全体の形が分かるものは少ないが、そこの丸い深鉢型である。厚手軟質で無紋用、叩き締め技法で叩く棒に巻いた繊維の跡が全体についている。この技法は中国から南下した。放射線炭素年代では約6000年前である。下安小クイン版遺跡は海の貝からなる大きな貝塚で大きな石を打ち割った石器や、 少量の全麻性石布、粗雑な剪定の土器を伴う。放射性炭素年代は4700年前である。農耕東南アジアは基本的に多くの民族が農耕民族である。ベトナムでは4000年ほど前から農耕を始め、現在の太陽国の周辺でも紀元前300年頃には農耕が始まっていた。カンボジアでも4世紀頃にもなると、 東南アジア有数の稲作地帯となっていた。現在でも東南アジアは世界有数の農業国家群である。東南アジアは中国とインドの交易ルートの中間地帯にあり、中継点として古くから発展し、中国内市インドからの文化的影響下のもとに各地に伝統的国家が成立することになり、その後、それぞれが独自の歴史的発展を遂げた。 古代インド人は、この地を黄金州内市、黄金の地と呼び、中国人は南海と称していた。東南アジア海域の政治勢力は、普難を経由して中国南朝の各朝と交渉してきたが、6世紀の前半には、南シナ海、マレー半島、マラッカ海峡、ジャワ島、バリ島にそれぞれ国が形成され、中国南朝と直接交渉を持つようになり、 積極的に調校するようになった。しかし、中国人の東南アジアに対する認識は、依然として東商部、または大陸部沿岸の公私国家軍の世界であった。4世紀末から、インド思想が、東南アジアの王権システムそのものに影響を与えた。4世紀から6世紀にかけて、東南アジア各地に、南インド系のアルファベットを用いた、非文軍が出現してくる。 当初部では4世紀に東カリマンタンのク体王国からムーラーバルマンヒブ文、西ジャワのボゴール周辺からブールナバルマンヒブ文が出土する。メコンデルタでは5から6世紀にはフナンヒブ文と総称されるヒブ文群が出土する。また、オケオをはじめとする各地で発見されるインド系の神像、仏像はインド思想の大規模な流入を証明している。19世紀。 東南アジア諸国では欧米列強による植民地化が進められた。一家に見るように各地によって様々な支配体制が取られたが共通点として二重経済、複合社会、分割、間接支配の3点がしばしば挙げられる。すなわち近代資本主義経済と伝統的農業経済の並存民族的多様性に基づく社会構成。 旧支配層による秩序温存とそれを利用した分割、間接支配の3点である。地域別に植民地化の特徴を見ていくと、まず、ジャワスマトラ周辺では、19世紀初頭には特定の港湾や沿岸部などのみが支配されていたが、次第にイギリス・オランダ間の支配権競争が激しくなり始めた。オランダ政府は、ジャワ島で砂糖キビ、コーヒー、タバコなどを、 強制的に栽培させ、現地の農民は、搾取によって貧窮に追い込まれた。それに伴い、各地で、抵抗戦争が19世紀末から20世紀初頭まで、頻発した。ボルネオ島北部、西部では、ブルネーのスルタンが、部族反乱の鎮圧者に褒美として、地方統治権を与えていたことから、現在のサラワク州に、白人王による国家、サラワク王国が成立し、 また現在のサバ州は、シーク教徒保護名目で乗り込んだイギリスによって植民地化された。ボルネオ島南部では、発カによるアジア発の共和国であるランホー公使が存在していたが、ランホー公使の対外政策は、清王朝の権威を利用したものであり、アヘン戦争で清が敗れると、オランダに攻められ滅亡した。フィリピン諸島では、 族長ラップラップが巧みな戦術により一般はマゼランの軍隊を破ったが次第にスペイン勢力に侵食されブルネーの敗北でイスラムの権威が弱まったことがそれを決定づけたスペイン統治下ではスペイン人を中心とした大土地所有者の下で小作農民が過酷な労働を強いられるアシエンダ性が横行していた信仰地主や知識人階級はこうした 社会矛盾に反抗し、フィリピン同盟などの民族主義運動を起こした。1898年の米西戦争に勝利したアメリカの協力のもと、エミリオ・アギナルドは、フィリピンの独立宣言を発表し、初代大統領に就任した。しかしその後、領有を主張するアメリカに弾圧され、アギナルドは捕らえられた。マレー半島は1511年のポルトガルによる、 マラッカ征服を機に植民地化され、後にイギリスのものとなった。シンガポールはイギリスの貿易、軍事の拠点として繁栄した。カンボジアは前世紀からベトナム大量国からの激しい圧迫に悩まされ、幾度も国土消失の危機があったために、メコン川を境に国土が両国に分割されることを恐れたアンドゥオン王とノロドム王により、自らフランスの保護国となった。 ベトナムは最後の王朝である元朝の建国の際にフランスをはじめとする勢力の助力を得たことが後にあだとなり一部はフランスの保護国また一部は直轄植民地となっていったラオスではタイの冷蔵下にあったルアンパバーン、ビエンチャン、チャンパサックの各王国がフッツ大戦争の結果としてフランスの領土となっていったタイはイギリス フランスの侵略に悩まされるが、政治や教育などの近代化政策と、巧みな外交、領土活動といった代償によって、東南アジアで唯一独立を保ち、英仏の干渉国家となった。このような植民地支配の確立は、現地民の反発を招き、19世紀末から20世紀初めにかけて、知足の差があるが、東南アジア世界にナショナリズムの目が生まれてきていた。 東南アジアの故障が広く用いられるようになったきっかけは1942年に連合国軍が東南アジア司令部を設置した時である。日本軍の作戦区域であるイギリス領ビルマ及びマラヤ、フランス領インドシナ、オランダ領東、インド、アメリカ領フィリピンの4植民地及び太王国を包括するような概念がなく、この時に東南アジアなる用語が取り上げられた。 さらに、太平洋戦争後には、戦後処理を進める連合軍の作戦領域名として、政治的にも公式化されることになった。この後、米国を中心とする東南アジア研究者たちによって、広く用いられるようになり、やがて一般的にも使われるようになった。なお、戦中期の日本にも、東南アジアの故障を用いる研究者がいたが、戦前、戦中の日本においては、 現在の太平洋地域を含めて南方や南洋と呼ぶことが多かった。1967年8月にはインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5カ国によって東南アジア諸国連合が成立。当初は冷戦構造との自律的関係及び地域紛争の自主的、平和的解決を目的としており、とりわけ、 1975年の最後の観楽院後の緊張関係を乗り切ったことで国際社会でも注目を浴びるようになった。そしてその後は各国の強権的な経済開発を背景とした経済関係の緊密化に伴い貿易、資源、技術などを中心としたいきなり経済協力の枠組み整備が進められるようになった。 1986年のフィリピンの2月革命、1998年のスハルトジ任ンなどに見られる東南アジアの民主化運動が急速に進行し、東南アジア諸国下で自国の政治的、文化的な国民形成の動きを早めている。1990年代以降、政治的大衆主義や民主的な文化ナショナリズム構築の流れが顕著になった。 特に1999年のカンボジア加盟によるアセアン10の成立は国際的東南アジア諸国間相互で国家領域が確定し承認された。1999年以降の東南アジア史研究は東南アジア諸国家の形成過程を中心に据えるようになった。東南アジア諸国にて創作されたものを除くベトナム戦争を扱った映画も参照。 ありがとうございます。